海道場2年目ぐらいで入ってから入ってます。引退だぞ。もう初期面なんだ。初期面っていうか初期ガールなんだ。初期の頃本体だったよね。当たり前だったでしょ。いや、12時回ってました。1名。まあ、でも今東京からめっちゃ狙ってましたね。まあ、それはいかん。それはダメだ。うわぁ。まあ、それがバレたら破るんだってあげよう。YouTube ライブやったら、まあ、社長のモノマネがめっちゃワンサーになってます。いいじゃん。こう。で？で、太い。よし、来いやぁ。やっと取れなかった。よし、お許可入れる。見てくれ、今日は皆さん感謝します。これでもふざけ取ったら怒られるな、視聴者の皆さん。ちょっと離れる。1名。来ない。まだ、まだ。いや、こういうことも言えるようになったな。昔本当にさ、俺こんなこと言おうもんから。本当にさ、やばかったもん。まあでも今東京かなんかめちゃくちゃやってましたよ。やってんですか。いや、俺なんか家テレビが使う。どんって刺して思ったどのやつ、ほら、これ言ってたえ言ってない、ちゃん喋れて、あ、いないじゃない、を取りに来たんだよ今日。いや、私はカメラピーピーを取りに来たピーピーを今日カメラマンで頑張ります。もうなんか引退だぞ。もう初期面なんだ。初期面ってか初期ガールな。何歳今、何歳やった年はちょっと何歳だよ。リンゴの数で言うと何個、リンゴ何個、いや、もうリンゴ、もうレモンか、レモンです。引退でしょ。引退します。やめるっていうより引退でしょ。ほぼ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 ちょっともう体がついていけないので、もうだってもう年だもんね。これ喋ったらこんな曲がってるもんな。だから帰ってやれよ。じゃあ本当にもうだってもう初期の頃本体だったよね。今みんな営業なのに、言ってるけど、なんか前なんか10時当たり前だったでしょ。いや、12時回ってました。あ、え、そうだよね、はい、だよ ね休みもなかったです。そう、当然だよね。休みもなかったです。休みなんかなかったよね。なかったです。120じゃん、115、ま、前世紀は1ヶ月に1日使ってもう覚えてもらった。なんでやめる、なんで引退するの。もうちょっと頑張れ。いや、もうその話いや、その話しました。あ、ほんとね、いや、えどこの立ち位置だっけ。緑店のメインは、岡崎とか、豊田から向こう、豊橋とか。ああ、割と連続してるっすね。はい、あ、じゃあ、最近多いよ。お前やって、一回飲みましょうか。飲むのお前しかみたいな。何仕事高橋高橋誰もない。高橋は本当覚えない。橋は本当覚えない。橋だけがもう感じが苦手。大橋、高橋、大橋とか橋がめちゃくちゃおるじゃん。ここは、ここの仕事は専門の知り合いなの。あ、ちょっとすごいな、見たびっくりした。こんなし言うて何年か前です。このあの青いのね。あ、あの、そこなんかな。あ、そらもう紹介で。だって本当に笑ってた。あ、紹介で。どこですか。隣、隣は、あ、塗り替え、直接。あ、直、え、社長の紹介ですよ。紹介とか、はい。俺さ、俺これ本当にいつも怒んないよ。これあの聞いてて、俺毎回ゴルフとか、ま、年にでも行って5回ぐらいしか会わんとらんの。年に数回しか会わんの。会うと、あ、そう、ごめんね、またやってもらってって言って、いつもその子からこんな大きい物件もらうと謝られる。俺何も聞いてない。いや、社長でも。それよくなる。今回は本当に申し訳ないんです。これ飛んでるせいだよ。2の時は私絶対行ってます。2の時は絶対行ってます。何?2の時は絶対報告してます。こっち？あ、こっち？あ、青い方。あ、向こう？はい、向こうは何年前だそれ。2年。そん時は知っとるやろ。あ、そう、2年前はなるほど、ボケません。ちょっと、ボケません。あ、ちょっと凝っちゃった。じゃあ本当にいかんだろう。じゃあ男と、はい、じゃあ熱がついたわ。熱がついた。じゃあこれはあのコロナじゃないからね、就職。この家族かなと思って。はい、俺はまあ本当に気をつけて。まあ、あとはもう自己管理だで、ね。まあこういうこと言えるぐらいやってきたで、まあどうかわからんけどな。まあ重症化も減ってきたんだよ。インフルエンザの方がいいね。お前それはいかん。それはダメだ。うわぁ。それはダメだ。お前それがバレたってやるんだってあげよ、あんた。ピーだけ入れて怒られたとこだけ使ったの。お前それはお前炎上するぞ。それはダメだ。お前俺出ら文句言っとるように見えて。あんでこの、この顔で遊んどるって。
お前それはダメだ。お前それは言っちゃいかんわ。バカだな、お前。ショーに怒られる。何でもいいから言い合いって。何でもいいからやれってことじゃねえの。これ怒られてほしいんだけど、使ったら何したか知らんけど。キリが入って、ああ、また社長。頑張って、頑張ったら、こいつなりに頑張ったら、多分 YouTube なんか盛り上げなきゃ。だけど、そうだよな。新職人の世界でさ。じゃあ知り合いが、お前の知り合いがおって、まあ三社がで、こいつに、はい、じゃあ勝手に、なんか車とか買ってるって言って、こっちから一言もなかったら。え？なんで？まあそこの知り合い間で多分、ああ、この間はありがとうね、みたいな。お礼をしなかん。そうそう。で、俺今、それ初耳だったら、できないですからね。おお、何件もまだで、まあちょっと上手に安く当たってね、ぐらいはいつも言っとんだよ。だけど、原発ってねえや。まあまあできるよね。お礼を言えないし。みんな。逆に向こうから言われるから。あ、今回またまあなんか始まったね。よろしくね。気まず。いつもすいません。いつもありがとうごめんねとか言って。何の話からになっちゃう、ね。おお、もしや。え、一体何のことみたいな。はい、あ、どこですか。はい。あれ？え？あ、ちょっと。え？まあ、ちょっとバスが、バスなんかどうでもいいんだよ。金山行きですね。あ、金山行きじゃねえよ、お前。どこ行くのがいいだろ、バスなんか。あれ、お前、子供とか、奥さん、あ、大丈夫なの？え？まあ、一応、コロナなんて。あー。だから、俺、マスク一人やん。だから、マスク一人やん。こんじゃいつなんだろう。声入れろ。だからマスク一人や。はい、してます。声入れんかい。私もちょっと私も。いやだけどあの視聴者の人からしたらさ、うわ、社員ひどいやん。もう何十？これ？十いや十三年目今年。で歴代一位じゃん。賞一回やめとる。あ、累計で言ったら一位。累計ってかいや累計だと賞だもん。やばいから。人生の半分以上の賞。16か17か一緒これあいつそれ壊れるわ20年以上どうだお前井村翔あいや私もだけどさんが一番古い社員、ね、あの2回2年目2回道場2年目ぐらいで入ってきたから入ってますあのまだあの橋橋橋じゃないあの橋やっぱ難しいんだってやっぱり今だ橋っていっぱいあるやん今橋なんや今はジムあ、ちゃいますちゃいますあれああ先輩あ橋本です橋本橋本くんね橋本くんが辞めたぐらいに入ってますあ、入れ替え入れ替えでかぶってないかぶってないですあ、そうあるのめちゃくちゃ面白いよねあれお前ら割って入ってこいよいや全く知らない人なんて俺知らないよ何でも入ってくれ誰の1ミリでも隙間あったらバカ入れるよねお前もう変なトーク入れんあれこんだけ大きいやつだと どれだけあかんの認可どんぐらいかかってんのそれでもあのかなり親しいタイプのさあ終わりかまだ3日です現時点で10頑張ったな美味しいなまあ、儲かったな儲かってるぞえ、いや、企業やビデオつまらん、なんと返しがねえんだよスカスカか、お前乗れんか、お前な乗れんね足足になってくれんのか、お前バカみたいだから、お前お足ってやれるの足元っすね。いや、俺は今、知ったよ。何か言われるな、名前間違えるって。いや、社長です。そう。はい、YouTube ライブやったら、まあ、社長のモノマネがめっちゃワンサかってたっすそう。大橋、大橋って。大橋、高橋、なんとかで。それで、橋つけたらええことあ、ほんと。橋の名前なのコータ。コータってどうですかいや、これ名前だな、お前。ちょっとひどい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 。今顔が。いや、ひどい。さあ、お前今面白い。ちょっとひどい。お前、えぐいって。それに今。お前、えぐいって。お前、関西人。いや、今の美味しいな。お前、これ、今度、あの、ライブやったら、ほんま、えぐいって出られるぞ。なんで、コウタ？コウタ。いや、安っぽいな、ほんと。ハンマー持ち合い、簡単に出やねん。ピコハンいるっす。それでは、見かけろ。
航海の航に航海の航と航海の航って何字船編船編船に航船あ、航海って船の航海ね。あ、私航海するみたいな私また反省するみたいな反省の航海かもですけど、あ、じゃあいいじゃん。こうでで、太いです太い、ま、安っこいなぁやっと取れなかったわし、お許可出る取れなかった、今日なんでやねんサムネなんでやねん俺なんかもうめちゃくちゃいいじゃん、カツノブっていうじゃんめちゃくちゃかっこいいじゃんじゃあ、なんか、勝利の勝に、凡庸の用ってあるんだけど。凡庸、うん、あれ、凡庸の凡庸、中庸とか。家康。普通みたいな。普通って言うのよ、俺の友達。全然普通じゃねえけど。家康の家康の下が、あれ、水じゃん、最後。うん、あれが、もう、腰椎の用こ。こうじゃなくて、こういう。そうそう、うん、用に。わかる用事の用わかるだろ。ああ、はい。用事の用って一番簡単な用ってあるから、はい、一番そしたら水だから家康のやつってごめんなさい家康分かれお前家康だよお前家康だよお前お前今のナイスになったなお前今よう分かったなやっとできたなお前合格超合格二人ともそれだけありちょっとね今日くだらない話だったけどまあカメラマンの T さん、 T さんがやめて、じゃあこれでやっても映らんからね。はい。もういい、もういい。こっちだお前。なるら、探しちゃうかお前。じゃこっち、こっちならね。じゃあ皆さん、まあ、お客さんでね、結構やっぱ見とる人がおるから、まあそれでちょっと撮ってもいいかなと思って、今日現場に急遽来いって、オーブから来たのよ。オーブ？カリアです。カリアからだよ。1時間ぐらいかけて。来いって言われて。ついた、呼び出し食らいました。ほんまー、そんなこと言っとったのか。まあちょっと上がうるさいで、まあぼちぼち。はい、ちょっと大きめで行ってな。はい、じゃあ皆さん、こんな感じで、今後も、なくなるけど、やってきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。せーの、また見てね。